はですね、古典の曲なんですけれども、だからこういうお祭りの場では結構弾かない、まあ、割と何でしょう、トラディショナルな感じの曲なんですね。ただちょっとなかなか聴く機会がないと思うので、逆にあえてやってみてもいいかなと思いまして、多分おそらくね、楽しい民謡酒場とか沖縄で観光に行った時にはまず聴かない曲だと思います。でもちろんでも沖縄で昔からずっと歌われてる歌です。でしかもおめでたい時に歌うものなので、とても縁起がいい歌ですね。っていうのをちょっと2つやってみたいと思います。アギチクテンとイジュハイチクテンという歌なんですけれども、ちょっと2つ曲調が違います実は。で、まあちょっと古典なのでね、何言ってるか分かんないし、もう眠くなるわっていう感じかもしれませんが、まあなかなか聞く機会がないと思いますので、ぜひここで聞いていただければと思います。はい、ということで、私もこういう場でね、あんまり立って古典を弾くっていうのはあまりないんですけど、ちょっと頑張ってやってみたいと思います、ね、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと心を正してやりたいと。ちょっと民謡だとね、なんかニヤニヤしながらこうやってできるんですけど、ちゃんとピシッとやりたいと思います。はい、はい、
はい、ありがとうございました。意外と緊張しました。あんまりね、そう古典のねこういう曲をねこういう場でやることってほんとないんですよ。初めてだと思います。ちゃんとどっちかっていうと正座して正してやる感じなんですね。はい。